帝に至急お伝えください。この国を大災厄が襲うと。九尾の陽子だ。今朝廷にいる年風は偽物。おそらく彼こそが九尾の陽子。私たち風林一族はあいつに食われて全滅しました。この国の人間の邪念を食らって、俺は再び九十九尾の孤霊神になる。彼を止めることが都を守ることになる。これは僕と年風の知恵比べです。僕は狐生命ですよ。俺はケビ氏の職務を全うする。お前が言った通りにな。あの人は風林族の天下を作ろうとしてるだけだ。捕らえる必要はない。大逆の罪で死罪よ。生命、お前には何も救えはしない。何一つな。佐作元の都公人団独の三大の皆さん、救急により治療。